皆さん、こんにちは。芸能界では落下流水の情に見える熱愛や結婚から磯のアワビの片思いといえるような破局や不倫まで数えきれないほどの色恋沙汰が報じられ、吉凶を誘います。ましてや縁は稲物味なもの、言わずも知れた芸能界の大御所タレントで元ニュースキャスターの伊原凛さんと結婚している松本人志さんは2023年12月下旬に週刊文春から小沢和弘さんや放送作家と組んで性加害を起こしたことを報じられ、離婚の危機がささやかれました。今回は松本人志さんと伊原凛さんに関する歴史の糸をたどっていきましょう。松本人志さんは2022年3月11日にフジテレビ系で放送されたバラエティ番組人志松本の酒のつまみになる話に出演した際に、番組内で伊原凛さんの父親について博士号を持っていて、とても頭が良く博識であることを明かしていました。松本人志さん自身は尼崎工業高等学校出身であるため、伊原凛さんの父親が世間一般に言われている話の裏話をたくさんしてくれるそうですが、そもそも裏話の表を知らないことを暴露し、スタジオ内を笑わせていました。そして伊原凛さんのお父さんお母さんはとても固い人のようで、二人の前では一切ボケをかますことはなく、終始相槌を打ち続けているそうです。松本人志さんとの離婚をささやかれている相手は元お天気お姉さんの伊原凛さん。2006年から2008年にズームインスーパーでお天気キャスターを務めていました。伊原凛さんはズームインスーパーでお天気お姉さんの仕事をする前に、ソンヒナという名前で活動していた時期がありました。ソンヒナという字や音の響きが韓国っぽいということから、伊原凛さんは韓国人なのではないかとの噂が広まりました。結果から言えばこれは事実のようです。自身の運営するブログにて、母が韓国出身なだけにいつもどっちを応援するのと聞かれるんですけど、本当にどちらも応援します。日本対韓国の時はどちらが勝っても負けてもあまりすっきりしませんし、どちらが勝っても負けても楽しみが増えるので嬉しい気もしますと、母親が韓国出身の韓国人だと明かしています。また父親も在日2世の在日韓国人との噂で大学教授をしているようです。2020年8月21日のダウンタウンナウで伊原凛さんが和太鼓を習っていることを松本人志さんが明かしているため、和太鼓が趣味なのでしょう。松本人志さんとは2009年5月7日に結婚しており、当時松本人志さんは45歳でした。結婚した時は伊原凛さんのお腹に子供がおり、妊娠後に結婚したらしく出来婚だったようです。松本人志さんと伊原凛さんの出会いは2006年1月、 TBS の新年の番組史上最強お笑いの祭典ザ・ドリームマッチでの共演です。この番組では伊原凛さんはアシスタントのようなことをしていたそうです。そして伊原凛さんはもともと松本人志さんの大ファンだったのだとか、共演中には積極的なアピールを行っており、共演後松本人志さんの後輩芸人が伊原凛さんを誘って飲み会を開いた際にも、伊原凛さんは私のことを覚えていますかと松本人志さんに猛アピール。松本人志さんにとってはこれだけ推しが強い女性は伊原凛さんが初めてだったそうです。伊原凛さんに押し切られて2人は2007年に交際を開始、2008年6月には中野ブロードウェイでのツーショット写真を週刊誌に撮影されました。伊原凛さんがトイレに行っていた時、松本人志さんのマネージャーからフライデーされましたとの報告を受けました。他の女性と一緒にいるところをフライデーされたと松本人志さんは思い込んでおり、伊原凛さんがトイレから戻ってくるまでの間、この状況をどう伝えるべきかを悩みに悩んだ挙句、正直に事実だけを伝えようと決心しました。事実のありのままに伝えた結果、伊原凛さんの反応は、それ私といる時のだよねでした。松本人志さんの反応は、そやねんでした。ただこれまで松本人志さんは数々の女性と一緒にいる様子を
フライデーされ続けてきていましたので、世間も所属事務所の吉本興業も敏感にはなっていなかったようです。交際が順調に続いていたある日、伊原凛さんが交通事故に遭ったようで、乗っていたタクシーが後続車から追突されたのです。幸い大きな怪我はなかったものの、念のためにということで病院で X 線検査を受けることになり、事前に妊娠の有無を確認することになりました。そして妊娠確認検査をしてみたところ、妊娠していることが判明。伊原凛さんはすぐに松本人志さんに連絡し、連絡を受けた松本人志さんは電話での事故と妊娠の同時報告に大変驚いた旨をテレビ番組で報告していました。2009年10月6日に少女が誕生、名前はテラです。俗に言うキラキラネームで、名前の由来は陸地、大地、大陸、地球などの意味を持つテラなのではないかと言われています。結婚式は挙げずに披露宴だけを取り行ったのだとか。会場はザ・プリンスパークタワー東京。マスコミを完全シャットアウトした状態で内密に取り行ったそうです。参加者は浜田雅俊さんをはじめ、今田耕司さん、東野耕司さんなど有名な芸人が大勢集まり、二次会にはさらに多くの芸人が参加したそうです。ステージを使って次々とネタを披露し、番組さながらの大盛り上がりとなったそう。また途中酔っ払ったチュートリアル福田さんが松本人志さんの過去の女性関係を暴露し、慌てて止める展開もあったそうです。松本人志さんは家では家事をあまりせず、やってと言われることもないとのこと。ただ松本人志さんは伊原凛さんが家事をしていない時にやっとけよと思うこともあるのだそうです。松本人志さんと伊藤凛さんは2007年に交際をスタートさせていますが、当時の様子を知る人間は松本人志さんと親しい芸人仲間や構成作家に限られていて、ほとんどの人間が交際していることを知りませんでした。そんな時に何も知らない元カリカのマンボウヤシロこと八代博幸さんが伊原凛さんに対して猛アプローチを仕掛けていたそうです。伊原凛さんは松本人志さんと交際しているため、必死になってマンボウヤシロさんからの猛アプローチを断っていました。そして事件が起こります。マンボウヤシロさんからの猛アプローチにたまりかねた伊原凛さんが松本人志さんに相談したのです。松本人志さんと伊原凛さんが結婚してからしばらくして、松本人志さんに電話で呼び出されたマンボウヤシロさんはこっぴどく絞られたようです。当時の具体的なやり取りまでは明らかにされていませんが、その一件以降マンボウヤシロさんの露出が極端に減ったことから、松本人志さんの怒りは相当なものだったのだろうと言われています。結婚し既婚者となった松本人志さんですが、性加害が週刊文春より報じられたことで離婚間近だと言われています。性加害については週刊文春の取材で内容を語った被害女性 A さん曰く、ベッドルームに行った松本人志さんが被害女性 A さんに、俺の子供を産めるの、養育費とかそういうのは払うからと呪文のように唱えてきて、そんなことは無理ですという A 子さんを無視して大声で、なあ産めへんのかと恐喝してきたそうです。怯えている被害女性 A さんを見てますます興奮していたとされ、このまま本当に殺されるかもしれないとパニック状態になったとのこと。ただ性加害報道以前から一部の間では離婚するかもしれないとされる根拠がいくつも挙げられていたそうです。まず2021年3月5日にフジテレビ系で放送されたダウンタウンナウで、松本人志さんが伊原凛さんからの折り返し電話が遅いと不安になる旨を告白しました。番組共演者は一様に意外そうな反応を示しましたが、松本人志さんは続けざまに奥さんから折り返し電話がかかってきた際に電話に出られなかった理由をシャワーを浴びていたからと言われると、逆に不安になる旨を吐露し、スタジオ内を和ませていました。共演者からは電話に出られないのにはそれなりの理由があるからだと諭されましたが、松本人志さんはその理由がいかにもアリバイっぽい感じとして、なんでわざわざそんなことをいちいち言うんやろと不思議がっていました。
また2022年10月27日に日本テレビ系で放送されたダウンタウンデラックスで松本人志さんは伊原凛さんとは一緒に寝ずに夫婦別の寝室で寝ていることを明らかにしていました。一緒に寝ない理由を聞かれた松本人志さんは共演者に対して、ただただ奥さんに対して申し訳ないからだと答えていました。申し訳ないというのは、松本人志さんは寝ている最中にかなりの頻度でおならをこくそうで、奥さんへの配慮から一緒に寝ていないのだと説明していました。これが視聴者からは建前上の理由だと言われ、女遊びをしているから別の寝室にしているのではないかと捉えられたようです。そんな伊原凛さんが創価学会に所属しているとの噂があります。これは夫の松本人志さんの母親である松本明子さんが創価学会員であることから来ているようです。松本人志さんの母親に対して記者が質問をした際に、松本人志さんの父親がもともと創価学会の会員で、母親自身も父親と結婚した後に会員になったと語っていました。両親が会員である場合、その子供も必然的に会員になるケースが多いため、松本人志さんも会員なのではないかと噂されていますが、そのあたりは明らかになっていません。今回たどった松本人志さんと伊原凛さんに関する歴史の糸はここまでになります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。